原宿駅。原宿駅は、東京都渋谷区神宮前一丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本山手線の鉄道駅である。駅番号は、JY19。駅名は、開業当時に近隣にあった地名である原宿、東京府と与多摩郡仙田がや大和原宿から、特定特市内制度における、東京都区内を呼び、東京山手線内に属している。 また、近接する東京地下鉄、東京メトロ千代田線の明治神宮前、原宿駅との連絡運輸が実施されている。なお、福都新線の連絡運輸は、渋谷駅となるため、この駅での連絡運輸はない。しかし、山手線車内の自動放送においては、当駅においても福都新線への乗り換え案内が、なされている。原宿、表参道地区のアクセス駅で、近隣。 主に駅東側は若者を中心に賑にわいを見せている。一方、西側は明治神宮や代々木公園の森林に接しており、改札内に乗り換え路線もない、後日、二代目となる現在の駅舎は1924年、大正13年に竣工した木造建築で都内で現存する木造駅舎で最も古い。建物は2階建てで、 戦闘付きの屋根に白い外壁というイギリス調のデザインとなっている。窓格子は二重車格子分で階段に使用されているハイレールには1950の刻印が見られる。2016年時点、新宿ゴールデン街と共に外国人観光客の注目を集めスポットとして紹介されている。開業時は乗降客が少なかったが、1919年、 大正8年に明治神宮が造営された後には発展を続けた。乗降客が増加した1929年、昭和4年には竹下口、当時の名称は坂下口、現在の表示は竹下改札地下道、1939年、昭和14年には明治神宮ガーリンジプラットフォームが設置されている。 戦災からの復興の過程で、隣接する仙田ヶ谷地区には連れ込み宿が林立、原宿駅前にも同様の旅館が出現した。それらを一掃しようという運動が、近隣住民や PTA を中心に行われ、原宿駅を含む原宿地区は1957年、昭和32年、文京地区の指定を受けた。その結果、風俗営業は姿を消した。 山手線の島式ホーム一面二線が使用されている。表参道口にはトイレが設置され、改札外に東京地下鉄、東京メトロの明治神宮前駅への乗り換え口がある。コンコースとホームを連絡するエスカレーターとエレベーターが設置され、改札まではスロープとなっているなど、バリアフリー措置が取られているが、竹下口には何もない。自動改札機が設置されている。 表参道口には、簡易水化改札機も設置されている。臨時ホームは、簡易水化改札機のみ設置されている。出店、JR 東日本、駅構内図、当駅の特徴として、通常は使われない、ホームの存在がある。外回り線、代々木駅方向に一面一線の明治神宮、敷地内、臨時ホーム、三番線ホームが、内回り線、渋谷駅方向の、 駅手前、代々木駅寄りに一面一線の皇室専用ホーム、皇室がある。臨時ホームは、例年、正月のみ使用される明治神宮初詣客向けの、もので、1940年、昭和15年元日から供用が開始された。明治神宮は、毎年日本で最多の初詣客が訪れ、山手線は大晦日から元日にかけて、終夜運転が行われる。 この時間帯は、外回り線は、臨時ホームで乗降を行い、2番線ホームは、使用中止となって、方面表も3番線ホームに設置される。改札も、明治神宮側の臨時改札口で行われるため、渋谷駅のようなホームとなるだけでなく、表参道口と竹下口は、内回り専用となる。外回り、内回りともに、当駅オリジナルのメロディが、使われている。なお、 2011年3月1日から20日までは、期間限定でミアの楽曲、春になったらが採用され、1番線ではサビ、2番線では、冒頭部を使用していた。また、臨時ホームでは発車ベルが使われる。駅北側、代々木駅よりの貨物線線路から分岐する形で、設置されている、皇室専用駅。正式な名称は、原宿駅側部乗降場であるが、 北部上工場、北上工場、低室五城工場などとも呼称され、宮廷ホームの通称でも知られる。設置以来、おし列車の発着に使われ、2013年、平成25年時点では、財務省と JR 東日本の共同所有となっている。有効長は217メートル、ホーム長は171メートルある。一般客が乗り降りする山手線のホームとは、 厳格に区別された宮廷ホームは簡素な作りで、屋根にはコレールが使われているなど、派手さはない。これは、宮廷ホームが作られた当時、大正天皇が病気療養中だったためで、あまり派手な駅を作ると療養中の天皇が、利用している姿が人目につき、健康を害している天皇の姿を国民が、目の当たりにたら、社会に動揺が広がることにもなりかねないと考えられ。 あえて控えめに作られたとされている。敷地内には、ホームの他に、信号呼気所、機品室、待合室がある。このホームが使用される際のみ、原宿駅は、運転取扱駅へと一時的に昇格する。通常は、当ホームの出発信号機、場内信号機は、レンズ部分に黒い蓋をして、使用停止とし、山手貨物線本線、通過線側の出発信号機、 城内信号機は、閉塞信号機として扱っている。大正天皇が、宮城、宮城、皇居の旧省から、沼津御用邸や葉山御用邸等へ西洋に出発するための専用駅として設置された。工事は1925年、大正14年夏、旧原宿駅、跡地、及び旧原宿変電所跡地とその側線を転用する形で着工され、 同年10月15日に完成した。同年12月17日には、試運転が行われ、大正天皇が初めて利用したのは、1926年、大正15年8月10日、葉山御用邸に出発する際であった。しかしながら、大正天皇は、同年12月25日に放御、同27日に、霊柩列車によってこのホームに戻ることとなった。 昭和時代には、昭和天皇、皇順皇后が、那須御用邸、栃木県那須町や須崎御用邸、静岡県下田市、全国植樹祭などへ向かう、行行計場合などに運行される、専用のおし列車が年に数回発着してた。また、皇順皇后が、須崎、那須両御用邸西洋のために向かう際には、このホーム発の専用列車に乗車していた。 昭和天皇がこのホームを利用する場合、三権の長、内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、国務大臣、日本国有鉄道、国鉄総裁、東京鉄道管理局、1969年、昭和44年4月以降は、東京西鉄道管理局長が揃って、お見送りをすることが、国鉄時代の習わしであった。 皇族専用ホームは皇族による利用のほか、1979年、昭和54年には201系電車の試作車展示や、1988年、昭和63年にはパビリオン列車、アメリカントレインの出発式といった各種イベントにも用いられた。平成の時代になると、天皇、皇后は東京駅を利用することが多く、 それ以前に他交通機関の発達もあって、鉄道利用が少なく、おし列車の運行自体が稀になっている。天皇が原宿駅の皇室専用ホームを最後に使用したのは2001年、平成13年5月21日、第52回全国植樹祭から帰った際である。以来、第126代天皇特人が即位した例は、時代も含め、 公室専用ホームを皇族が利用した実績はない。原宿駅、公室専用ホームが利用されなくなった背景には、山手貨物線が、最強線の延伸や、湘南新宿ラインの運行開始などに伴い、さらには2019年に予定されている最強、川越線と相模鉄道の相互時間運転開始も、重なり、過密ダイヤとなり、おし列車の運行には、 不適切になっているという事情もあるという。上降場の周囲では、草刈りは定期的に実施されているものの、場内信号機は白い蓋で塞がれており、分岐器が使用停止のまま長らく列車の発着がないために、レールが錆びつくなど、即座には使用できない状態となっている。一方、皇室専用ホームは廃止されたわけではなく、宮内庁では今後、 国賓の地方への案内といった場合に使用される可能性が示唆されている。2016年10月30日に原宿駅開業110周年の記念としてホームの一般公開が行われた。JR 東日本によると2020年の東京オリンピック開催に向けて当駅の駅開業工事に着手することが発表された。年始のみ使用している。 臨時ホームを新宿池袋方面行き外回り専用ホームとして詰め化する。その工事の影響により2019年の正月三が日,日はこのホームは使用されなかった。JR 東日本は駅舎2階の連絡通路から明治神宮側への校舎専用仮通路階段を開設2018年12月31日午後11から2019年1月3日午後5時。 するとともに、代々木駅での乗降を呼びかけた。他、2階建ての駅舎に建て替え、エレベーターとエスカレーターの増設、トイレや改札口と通路の拡張などが行われる。また、新駅舎は、明治神宮口にも設置される。なお、今回常設化される外回り専用ホームには、ホームドアも設置され、改良工事後の島式ホームは、内回り、渋谷、 品川方面駅専用ホームになる。駅舎の解体には、渋谷区長の長谷部県や地元住民が反対し、駅舎保存の声を上げているが、JR 東日本からの明確な回答はない。2018年、平成30年度の1日平均乗車人員は75,341人であり、JR 東日本全体では、南越谷駅に次いで、第62位。 近年の推移は、下記の通り、その他の駅周辺施設は、明治神宮前駅駅周辺を参照。最寄り停留所は、原宿駅、原宿駅入口、明治神宮となる。駅構内のホーム沿いに設置されている大型看板、原宿ファッションジョイボード、縦3メートル横4メートルの17面すべてを1週間、限定で貸し切り、社会的、 文化的メッセージのあるポスターの連作を展する広告展開企画で1979年12月から春と秋の年2回開催している。5おさむき